はこの時を待ってたんだ。来い、ニッタ。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスを出した。キスギ君、ここは勝負を避けた。はぁ、もらった。岩見君、素早く横にかわす。それそれ、木田君、これは一発のロングパスだ。来い、翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえ。くそ。さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらボールに触れ得点を許さなかった。やるな、ミッタ。何？俺は嬉しい。久々に俺を熱くさせる男に巡り会えて。ここでコーナーキック。蹴り入れます。アーク、この位置でパスを。平岡君、ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。キスギ君、このボールのコントロール、素早く横にかわす。はっ、もらった。抜きちゃった。それ、これはボール抜きだ。ドリブルで突破、スライディングで止めた。かわして振り切った。ここから長い距離のパスを狙う。新田君、ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。このパスをトラップ、横をすり抜けた。パスを出します。木杉君、ここは勝負を避けた。ドリブルで突破、ただにパスを回す。スライディングで止めた。守備陣の隙間を狙う岩見君、激しいタックル。は？高杉君、素早くつなぎます。さら、もらったぜ。素早く横にかわす。岸田君、ボールを奪うことができません。岸田君、横にかわして、次々にかわしていく。岸田君、ゴールを狙う。南葛、コーナーからどう狙ってくるか。このセンタリングをものにできるか。高杉君、このボールを拾います。シュートだ。これは見事にキャッチ。南葛、ここで作戦を変えてきました。この位置で攻守交代だ。岸杉君、横にかわして突破。これで岸田君、なんだ、このスライディングが決まった。新田、新田君、これはうまく受け取った。ハイスピードにかわす。スピードに乗ったドリブル。さあ、よし、ゴール前です。早くぞシュートだ。鋭いシュートを放った。あ、防いだ。南葛、この作戦指示が功を奏するか。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、お箱のスピードリフトだ。翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと、今度は抜く。すごい、抜ける隙がなかった。さすが翼、感づいたか。ボールを狙うも届かない。いっそ、ここから打ってきた。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。伊沢君、ここは勝負を避けた。翼君、ボールは友達、渡しません。お箱のヒールリフトだ。翼君、ボールは友達、渡しません。余裕、ここで激突。空中での激突だ。翼君、この一番を制する。これは見事にキャッチ。スライディングで止めた。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。小田君、パスを回す。翼君、
そんな友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、確信のシュート。中山くん、これをブロックに行く。ボールの勢いをうまく抑えた。西尾くん、ここは抜かせません。必要なインターセプト。勝ち点、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。これはゴール抜きだ。西尾くん、ここは抜かせません。素早く横にかわす。サスを回す。もらったらなったドリブル。ニッタル、ここからチャンスを作れるか。ハイスピードでかわす。早く早くシュートだ。ロングパスだ。このパスをトラップ。ドリブルと見せかけてパス。タックルが炸裂。宮城くん、パスを出します。よし、かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。止められない。かわして振り切った。タックル、ゴールにシュート。ゴールに飛びつく。一条くん、これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。滝くん、そこセンタリングを上げた。長野くん、クロスを上げた。両者激しく激突。空中での激突だ。西尾くん、この対決をものにした。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。ドリブルでボールを運ぶ。早く出しゅーたら相手ゴールを捉えるか。森崎くん、決死のセービング。この俺はまだまだ上を目指すんだ。よし、早く出しゅーたら。それはっかわして振り切った。南葛、この作戦指示が功を奏するか。敵陣へ攻め込みます。これ長野くん、素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。タックルも決めた。このパスをトラップ。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。チャージが決まった。横をすり抜けた。キスギ君、ここは勝負を避けた。タックル、横にかわして突破。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。タッチ君、必殺のシュートでゴールを狙う。一条君、このシュートに反応している。タッチ君、ゴール前に上げた。キスギ君、必殺のシュートでゴールを狙う。このシュートを体で止めるつもりだ。中山君、体を張ってボールを止めた。このパスは通らない。稲見くん、素早く横にかわす。ここから打ってきた。吉川くん、ボールを持った。あっと、奪い返した。あっと、これを弾いた。翼くん、ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。翼くん、これは南米式のドリブルだ。一発のシュートでゴールを狙う。これを総合から与えに行く。この距離からシュートが刺さる。ゴールを奪えないキーパーなんていない。うわぁ、そのハッタ、そんなはっ、うん、っ、引け。ここだ。うわぁはっ、キスギ君、ボールも狙うも届く。タックルが炸裂。翼くん、ボールは友達、渡しません。これは何で。ここで前半終了。県大会決勝は同点で折り返しを迎えます。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんないただけ。はい、こりゃありがてえ。さあ
後半もこの調子で行けよう。くそ、前半から圧倒してやりたかったのに。新田、焦るな。守りのチームにとって同点ってのは自分たちのペースだ。だからいつも通り俺たちが守って、お前が点を取ればいいんだ。後半頼むぞ。はい。チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい？俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。あ、はい。とにかくやるしかない、やるしか。シュート！
るか。これは会心のセーリング。パントキック、どこまで運べるか。滝くん、このボールをコントロール。すでに後半の半分が経過。ここからの一点は非常に大きな意味を持ちます。なんとセンターラインを越えて攻め込む。翼くん、ボールは友達、渡しません。ここはパスに切り替えた。そら、よし、抜き去った。西尾くん、ここは抜かせません。いった。高杉くん、ここで止めた。素早く横にかわす。ドリブルと見せかけてパス。そらよ。木杉くん、パスを回す。石田くん、ボールダッシュ成功。横にかわして突破。岸田くん、パスを回す。なんか、ここで作戦を変えてきました。三角木くん、激しいタックル。木杉くん、ここは勝負を避けた。このボールをコントロール。あー、なぜ。ドリブルを見送る。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。長いパスが通った。敵陣へ攻め込みます。小田くん、スライディングでカット。それマジか。マジか。横にかわしてカットは敵陣を切り裂く。タッチくん、非常にシュートでゴールを狙う。それは反応しているぞ。一条くん、これはキャッチできない。激しいタックル。ミッタパスをもらった。体ごとぶつかっていった。翼くん、これは難攻式のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。ドリブルで突破。翼くん、ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。最後までミッタにパスを。これは南米式のドリブルだ。伊沢くん、ランスマッシュシュート。伊沢くん、このシュートに反応している。パスを出します。伊沢くん、激しいタックル。ロングボールを送る。ここだ。伊沢くん、ここから打ってきた。あっと、これを弾いた。平岡くん、ボールを狙うも届かない。木杉くん、ここはパスに切り替えた。長野くん、横にかわして突破。ドリブルと見せかけてパス。一塁陣、シュート。このシュートを決めてきた。あれが決まらなきゃ点取りが失格だぜ。ニッタくん、ここからチャンスを作れるか。タキ、長いパスが通った。横をすり抜けた。なんか、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。かわした。これはドボー抜きだ。かわした。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。ボールはまだ生きている。タキくん、ゴール前に持ち込みます。ここからシュートに持っていく。はじきます。それ西尾くん、ここはパスを出した。岸田くん、渾身のパスを味方に送る。チャンスが決まった。翼くん、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ここで試合終了。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝は3年連続南葛中学に決定しました。南葛に互角の戦いを挑んだ大友中ですが、健闘及ばず、ついに力尽きました。